イマージュ、別次元に存在する精神体、本当の自分。魔剣デウス・エクス・マキーナ。魔剣デウス・エクス・マキーナ。何か残されるよう。識別コードが未定です。どのように対処しますか？人工生命の名前なんて乱数でいいんじゃないの？私たちと同じ生命なのよ。差別しないで。それなら本人に決めさせようぜ。魔剣の意思を尊重してさ。人工知能にしては悪くないネーミングセンスだ。わざと言ってるでしょう。研究所の地下にこんな設備があるなんて。あれが魔剣ね。もう目覚めたの？もうすぐだよ。魔剣開発は極秘じゃないのか？どうしてケイが？だから所長はケイを呼んだのです。本当に生物なんですか？まだイマージュを宿していないからね。形はあっても、その心は空の状態なんだよ。だから、今から魔剣にイマージュ、すなわち心を与えるのよ。心を？どうやって？一時的に魔剣の人工脳へ人間のイマージュを移すの。その刺激を受けた魔剣は、イマージュ世界を構築し、結果、自我を持った精神体として目覚めるわけ。勉強してきたね。未来の研究者ですから。あれ、どうして K の魔剣教師がここにいるんですか？魔剣を目覚めさせるためには特定の遺伝子が必要なんだよ。ねえ、フレイさんってかっこいいよね。そう？ねえお父さん、もっと近くで見ていい？構わないよ。世界初の覚醒実験、フレイさんは怖くないの？君の父さんを信じているからね。前半の両方、魔剣のイマージュを確認。ついに目覚めるわ。
を守る。